でさ、昨日もちびうさの部屋からなんだか深刻な話し声が聞こえてきてさ、ももちゃんと電話してたって言うんだけど、なんか嘘くさいのよね。嘘？電話の相手はももちゃんじゃないっていうのか？なんかそんな気がするんだわ。これはあれだな、ちびうさちゃんがね。え、なになに？決まってるじゃない。ウサギったら鈍いわね。あ、何よ、みんなだけ分かったような顔して。それはね、先輩だよ。まこちゃん、説明の順序が逆よ。で、一体何？恋？そう、恋よ。ちびうさちゃんにボーイフレンドができたのよ。ボーイフレンド？でも、だとしたらどうしてそのことをウサギちゃんに隠すのかしら。アミちゃん、初恋ってそういうものなのよ。初恋か、いいわね。一体どんな先輩なんだろうな。どうして先輩だって言い切れるの。まあ、ともかくここはさりげなく聞き出してね。経験豊富なお姉様たちがバッチシアドバイスってね。ちびうさにボーイフレンド。ちびうさの好きな男の子って一体どんな子なのかしら。